たしてこの両者のバトルはどういった結末を迎えるんでしょうかね。依然として自分上のマリス・ブランショー、ここで10周から10周経過するというところなんですけれども、まだ上位に動きはないですね。そこで1回転倒、これはジャック・ミラーです。リバプールのジャック・ミラーと昨年の東京でいたワンコインバスなんですけども、ワンコインバスというのは伊東駅、そして宇都宮駅からなんとですね、ワンコイン、いわゆる 500m のシャトルバスを運行するんですね。これは非常にお得です。ですから伊東、あるいは宇都宮まで電車に行っていただいて、そこからですね、このチェーンリンクの手に向けて発車するバスに乗っていただきたいというシャトルバスはなんとワンコイン。さらにはですね、都内の新宿あるいは東京駅の関連線から普通のシャトルバスが通るんですね。これはなんと片道たったの4000円です。非常にお得です。都内からいらっしゃるお客様はぜひですね、新宿あるいは東京駅から どうした、うん。